ホンテ、ありがとうございます。ということで本日はアウェイの浦安戦、初めての飛行機移動ですね。僕はアウェイに行くのは初めてなんで、北九州に来て、北九州空港から、下はオーダースーツ、上はポロシャツと、スーツは、オーダーボックスさんで、ゴルフの選手全員作っていただいてますんで、全員しっかり揃えた状態でかっこいいセットアップでいきたいと思います。また今回も選手の裏側っていうところを密着しながら、前日のオフの姿と、試合前のスイッチの入っていく姿っていうのをお届けできたらなと思ってますんで、最後までご覧ください。どうぞ。無理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 、そんなんじゃ乗られへん。ポンテ用、ポンテ用って何、ポンテ用、何用があんの。はい、なんか引っかかってたな。引っかかってないわ。引っかかってない。空飛ばれへんって言ってた。結構な飛ぶで俺。鳥の巣やもんな。かっこいいですね、スターフライヤーさん。黒で、黒白で、結構好きですね、モノトーンの感じで。おしゃれ。おしゃれです。なんでそんな可愛くなる。ハウルの後ろのさ、可愛いおばさん、アレチの魔女みたいな。無言で行こうとしてるやつ。お前かよ。求めてたな。求めてた、やっぱ笑顔やったもん。現れてほしかった。嬉しそうに。あ、お前鼻欲しいな。鼻欲しいんだよ。どこで鼻欲しいんだよ。はじめまして。初遠征。初アウェイです。初アウェイ。気持ちはどうですか。すごい、気持ち、今日は落ち着いて、明日しっかり入れていきたいと思います。緊張してない。割れるかと思った。毎回割れるんさ、頭。割れる。割れる。なんでな。降りるとき。気圧？あ、気圧弱い系男子やな。毎回。対策方法教えてほしい。じゃあそれは。まあ聞いとくわ。誰かに聞いとくわ。ごめん、教えてくれよ、ちゃんと。初アウェイ。初アウェイです。どう、移動どうやった。そうですね、飛行機移動ちょっと怖かったですけど、でも慣れて初めて移動。怖い、人生初飛行機。いや、そういうやつじゃないですけど、離陸の時とかちょっと、え、これ大丈夫って感じがして。ハゲ映すなよ。ハゲって言うなって。おハゲ映すなよ。はっきり言うな。ポンテにハゲキャラ定着するやろ。津田恭一郎が下のことハゲって言う。怖お前、かわいそうやな。かわいそうやな感じでな。ひどい先輩。おい、逃避って言うな。形上はね、負けてあげたみたいな。3連敗。くそ、ボロ負け。ペラダンボロ負け。
太郎。ゴールキーパー25番鈴木優太。お疲れさま。お疲れさま。今日はどうでしたか。まあ、そうですね。フリーキックで2本か、まあ、セットプレーで失点重ねてしまったので、僕のまあ経験のなさというか、そういうところがまあ出てしまったんじゃないかなというふうに思っているので、まあ、次はしっかり修正できるところだと思うので、修正して、次はホームで勝ち得るように頑張りたいと思います。来週は、ホームで立川戦になるので、まあ、絶対負けられない戦いなんで、ぜひ皆さん会場でお待ちします。応援よろしくお願いします。今日の試合どうでしたか。まあもう3連敗ということで、まあ、非常に、まあ、不甲斐ないこの開幕から3連敗なんですけど、まあ本当にいち早く連敗ストップさせるために、もう次節ホームゲームなので立川戦に向けて、また、来週から積み上げて頑張っていきたいと思います。皆さん、今僕たちは勝てなくて苦しい状況ですが、ぜひホームゲームの立川戦、6月22日土曜日北九州総合体育館にて2時から試合がありますので、ぜひ会場でお待ちしております。ぜひ来てください。お疲れ様です。まあ試合から1日終えて、まあ、今日は朝から働いてきましたと。まあ、1-7 で負けて切り替えの難しい状況ではあるんですけども、仕事は仕事なので、背番号4番の村山康介、通称アチョと、8時間しっかりと9時から6時改められてきたんで、明日からまた練習が始まって、ホームのアスレ戦ですね。ホームのアスレ戦に向けてまたいい準備をしていこうと。何を言っても、ね、リーグは続くんで、しっかりと原因改善っていうところをチームでやっていくしかないなというところと、まあ、個人的には、まあ、試合に出れずに、まあ、出て7失点、まあ、バブレ返しやから6失点か、まあ、6失点決められるのと、まあ、出ずに6失点決められるんだったら、まあ、出ずに6失点決められた方が悔しいなというような素直な感想で、まあ、そこのピッチには立ててないというのはすごい非常に悔しいし、まあ、この世界結果が全てなんで、しっかりチャンスをつかむためのトレーニングをして、チャンスが来た時にしっかり結果で証明するっていうのが一番だと思っているので、まあ、それはどのポジションも、まあ、キーパーだけじゃなく全選手が思っているところだと思いますんで、まあ、広島の時に石川明人君が言ってたことですごい残ってるのは、数字は嘘をつかないっていうのが言ってたんで、まあ、3試合で2得点13失点かな、まあ、ポジティブに取られると失点を減らせる選手が出るし、得点を取れる選手が出るっていうのが答えかなと思うので、現状のチームの状況で言ったら、しっかりそこに名を連ねれるように、また明日から頑張っていきたいと思います。今週の土曜日にアスレ戦がホームでありますんで、ぜひ皆さん会場で共に戦ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。